次に日岡哲也君。日本共産党の日岡哲也です。4人の参考人の皆様には貴重なご意見賜り本当にありがとうございます。何よりもコロナ対応の最前線でご尽力をいただいてきた、その取り組みに心から敬意を表するものであります。それで、私の方から最初4人の参考人の皆様にお答えいただきたいということで一問お聞きをいたします。この間新型コロナウイルス感染症につきまして、諸外国と比べて感染者数、死亡者数を抑えてきた、発生初期と比較をして、重症度が低下をしているということとともに、やはり感染者数が非常に増えている中で、死亡者数が大きく増加をしております。一つ一つの波を、3ヶ月単位ぐらいでくくった死亡者数を数えてみますと、第4波が5000人ぐらい、第5波が3000人ぐらいで、オミクロン以降の第6波が1万、第7波が1万3000で、第8波は2万を超えるという点で、非常にこの間急速に亡くなられた方が増えているという特徴があります。でこういった状況をについて深刻な事態だと私は受け止めているんですけれども、どのように評価をしておられるかということを一つお聞きしたいのと、それを踏まえてこの死亡者数が過去最多になったことを踏まえたときに、政府の今後の公衆衛生体制ですとか医療提供体制の取り組みが大丈夫なのかと、この点についてのお考えをお聞かせいただけないでしょうか。じゃあ、おまがり参考人から順番でいいですか。はい、はい、おまがり参考人。ありがとうございます。まず1点目のことからお答えしますと、おそらく日本は諸外国ですねがこれまでくぐり抜けてきた状況に至るまでにやっぱり数倍時間がかかっているんだろうと思います。言い方変えますと、これまでに国民の中ですでにコロナにかかった方の比率が諸外国と比べてやっぱり明らかに低いんだと思います。それは先日公開された抗体検査の結果でも明らかだと思います。ということはまだかかっていらっしゃらない方が相当にいるということですので、今後流行が繰り返されていく中でちゃんと対策をしないとですね、また多くの方が感染して結果的にリスクの高い方中心に残念ながら亡くなる方が増えていくということは十分起こりることだと思います。当然それは防ぐべきことでありまして、それは2点目 の、 ご質問への回答につながっていくわけなんですけれども、一方で社会の活動は正常化する中でこれどうするかというのは極めて簡単ではない問題だと思います。ただやはり今状況を見ていきますと、重症になられる方、亡くなられる方の多くはやはり高齢の方を含めたいわゆるハイリスクと言われる方々であります。そうした方々をいかに徹底的に守っていくのかということが非常に重要だと思います。そういう意味で病院介護施設の感染対策といったものは非常に重要だと思います。もう一つは医療へ の、 そのアクセスといいますか、そうした仮にかかってしまったという場合に、そうしたリスクの高い方々にいかに早く治療、診断と治療を届けるかという、そういう体制づくりが必要だと思います。介護施設の話を聞いても、入所者がお熱が出されたという場合になかなか検査をするまで時間がかかるといったその厳しい状況ってあるのはまだ伺っていますし、じゃあ陽性になったと、で治療がいるとなったときに内服のお薬なり点滴のお薬なりがすぐに届けられるのかどうかといいますと、日本全国全体見たところでそれが十分に体制が整っているのかといいますと、それは僕はまだだと思っています。ですのでそこをしっかりともう迅速に整えていくということが必要で、結果的になんとか亡くなる方を少なくできるというところにつながるのではないかと思っております。以上です。岡部参考人。ご質問ありがとうございます。先ほどもちょっと申し上げましたように、どんな病気でも数がどん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 増えてくれば、そこに一定の重症者、残念ながら亡くなられる方も出てくるので、できるだけ感染症はやはり小規模に抑えていくということがあると思います。ただその小規模に抑えるために人々がものすごい不便を強いられるということではいけないので、そこのバランスが結局一番難しいところでありますけれども、そこを考えながら対策を取っていくということが必要だろうと思います。それから死亡者数が第8波において数として増えているのは、
これはアドバイザリーボードでも専門家が集まってですね、いろいろな議論をして、ペーパーを出しております。おそらくは一つはやはり今申し上げたように母数が大きくなっている。でしかもそれはその全数報告というものをやめたために、おそらくは検査をしていない方、あるいは検査をしたけれども届けられていない方もいるだろうというふうには思いますけれども、しかしそれは一方では全数の登録をやることに対する負荷というところから来ていることで、やむを得ないことでありますけれども、その死者数が増えるというのはやっぱりあまりありがたいことではない。したがって基本的にはその数を減らすということですけれども、ただそれだけではなく、死亡の状況が一番最初の、私臨床では今やっておりませんけれども、厳しいその肺炎の状況から慢性の病気の状態にある病気がかかって、それによって全身の状態が悪くなっていくというところで、全体の病気の経過が変わってきている。そこを従って全体で支援をしていく必要があると思いますし、また一方では現在の、我が国だけではないと思うんですけれども、死亡数の統計の取り方というところに、なるほどいろいろな欠点があるなということが分かりました。例えばその死に至った時の原因の定義であるとか、どのぐらいの間隔を持ってこのコロナが原因であったのか原因ではなかったのか、あるいは実際にはコロナであっても届けていない場合もあるわけなんで、そういう死亡統計ということに対する見直しも必要ではないかというような提言をしております。以上です。草場参考人。先ほどご指摘いただいたように、死亡者数の増加という点に関しては、やはり懸念すべき状況だというふうに理解をしています。で実際、本当にこういった状況の中で、高齢者の健康を、どう守るか、そのためにはやはり先ほど申し上げましたけれども、やはりメリハリ、やはりリスクが高い方、高リスクの方に対するしっかりとした感染防御、で一般の比較的元気な方に関しては緩くしていくと、そのメリハリをどうつけていくかというバランスですね、これを常に慎重に考えなきゃいけないということに私は尽きるかなというのがまず一点であります。でもう一個はですね、医療提供体制のお話がございましたけれども、やはり、健康であってもやはり発熱、そして上気道症状が出てですね、咳が出て苦しいという状況は当然健康な方でも当然ありますので、そういった時にですね、スムーズに受診できる、これが今回のパンデミックでは当初非常に難しかった、受診が断られるというケースがあったりですね、保健所に連絡をしてもですね、電話がつながらないという形で、結果的に自宅で亡くなった方もおられた、こういったことはもう二度と繰り返してはいけない。そのためには私は、持論としてずっとお話してますけれども、いわゆるかかりつけ医というものをですね、国民がしっかりアクセスできる状況をしっかり提供する。でそれは、今は国民自身の責任の中でかかりつけ医というのを持つということをやっていますけれども、それだけではなくてですね、国の制度としてきちっとかかりつけ医を、持って、何かあれば気軽に電話ができる、そしてそこに必ずアクセスをして、受診がもしできない状況でもかかりつけ医が例えばこの病院に行けば大丈夫であるとかですね、ここにはちゃんと検査ができますから行ってごらんなさいというふうに言っていただく、そういった、基軸となるとです、医療のアドバイザーとなるかかりつけ医というものを国民が必ず持つようなですね、方向性というものをぜひ、作っていく、それが一番重要なことかなと思っています。太田参考人。ありがとうございます。お亡くなりになられる方が非常に増えていると、まさに私問題だと思っておりますが、今後もやはりその多くの患者さんがコロナにかかっていくということで言いますと、増えていくことは致し方ないというふうには私自身は思っています。ただ欧米と比べますと、欧米は第1波第2波第3波でかなり多くの大きな感染になって、もうその段階で亡くなられた方が今まで出ている。日本は何のかんの言って国民がみんなで協力して時間を稼ぐことができたというのは非常に大きなメリットだろうと思います。ワクチンも手に入れることができました。治療薬も手に入れることができました。なのでこれを適切に使えば、高齢化率が世界一で、高齢人口が非常に多い我が国ではありますけれども、諸外国と比べてしっかりとしたいい成績は私は残せるだろうと思います。でそのために今政府の5月8日以降の移行策というのが提示されているわけで、方向性としては正しいと思います。高齢者施設にいかに早期に診断をして治療する体制を構築するか等々あるわけですが、
万全かといいますと、これから我々医療現場が試される、あの病床確保の数もかなり病床確保量が減額されることによって地域大きく減ったりする地域も出てくるかもしれません。診療報酬の方の移行もあります。入院調整の問題もあります。これがちゃんと求められる方々、高齢者、基礎疾患のある方々に適切に医療が提供できるというところまで、この移行策がスムーズに持っていけるかどうかというのは、我々の努力にもかかっているところありますし、注視していかなければいけないというふうに思っているところでございます。塩川君。ありがとうございます。もう一問、やはり4人の皆様にお伺いしたいんですが、尾身茂コロナ対策分科会会長は、いくつかの場面で専門家の意見を聞かずに政府が決め発表してしまうことがあった。安倍元総理の時のマスク配布や菅前総理の時の GoTo キャンペーン、岸田総理の濃厚接触者の待機期間短縮などがそうだ。ある時は十分に聞いてくれるけれど、ある時は全く聞いてくれないということが何度かあったのは事実ですと述べておられます。専門家の科学的知見が生かされなかったと感じたような場面が終わりだったか、このような尾身会長と同じようなことを感じたことがあったかどうか、その点についてそれぞれ、ご意見をいただけないでしょうか。はい、申し上げます。塩川君の持ち時間が少なくなってきておりますので、参考人のご答弁は簡潔にお願いいたします。それでは大曲参考人。ありがとうございます。実際の場でどうだったかということは、僕は実は見聞きできる立場にありませんのでわからないわけですけれども、私自身は国、あと東京都という形で専門家ということで、発言する機会を与えていただいて、専門的な知見を打ち込んでといいますか、お伝えしてきたつもりで、あります。最終的な判断として、それを生かした判断がされるかどうかというのは、また別の場でのご判断だと私は認識しております。岡部参考人。ご質問ありがとうございます。2009年の、パンデミックの話をしたんですけれども、その時に比べれば、ずいぶん専門家と、政府関係との、コミュニケーションを取れるようになってきていると思います。ただしまだ十分ではないと思います。草場参考人。私はこの国の組織に所属してやったことはないので、具体的な細かいことは分かりません。ただですね、やっぱりもう少しその決定に関するプロセス、こういう形で考えて、でもこれを危険だと思うので、あえてこうしたみたいですね、そのワン、ツー、スリーのステップというものを示した形で結論が出てほしいと。で、それが分からないので、突然パッと結果だけ出る。でそれに対して今までの変化のなぜこう変化したかわからない、その点は現場からもですね、やっぱりちょっと不安を感じる部分が非常にありましたので、そういったプロセスの明示開示というものはやっぱりやっていただきたいなと思っておりました。以上です。太田参考人。私は専門家の役割というのはあくまでも助言だと思っております。その助言をもとに最終的に責任のあるものが決定をして方針を決定するという形です。なので決してその専門家の助言通りにならないということが私は問題だとは思いませんが、あくまでもその決断をした理由等々をやっぱり説明をしていただくということが重要なのではないかというふうに思っております。塩川君。それぞれ簡潔にいただきましてありがとうございます。若干時間がありますので、もう一問、さっきの問いに戻るんですけれども、やはり、死亡者数の多い中で、今後の対応についてやはり必要な医療提供体制などが求められているという点について、恩田参考人の去年県知事のペーパーでも記述がありましたけれども、クラスター発生時の医療機関への救済策がないと、感染者を受け入れる入院医療機関が増えない可能性が危惧される、適切な対応が必要だとしておられます。どのような対応が必要だとお考えなのかについて、お示しいただけないでしょうか。太田参考人。ありがとうございます。先ほどから申し上げているように、これから高齢の方々を守っていくというのがコロナ対策の主眼になってくるだろうというふうに思います。
そういう意味ではどうしてもこの感染力の強いウイルスですので、高齢者が集団でいる病院ですとか高齢者施設で その院内感染、施設内感染、クラス発生っていうのは防げないわけですが、できる限りその犠牲を小さくしていくというのが重要です。でまずは早期の検査です。今回の移行に際して検査に関しては公費から外れるというのが一般の外来のルールにはなりましたが、一応施設内、病院内でのそのクラスターの拡大防止のための検査に関しては公費負担を継続していただけるという形で先日3月の10日 の政府方針は出ているということで、ここに関しましてはなんとかご配慮いただいたというふうに思っています。あともう一つはですね、やはりクラスターが発生しますとスタッフが疲弊するだけではなくて、その病棟等を一時的に閉じたりというような形でかなり経済的経営的に大きなダメージが、施設病院に発生します。今まではそれに対して重点医療機関等の制度をある一定程度流用して支援を行うということができていたわけですけれども、この5月8日以降それがどうなるかというのがまだ明確に示されてございません。そこがやはり多くの医療機関等々が心配しているところでございますので、ぜひともその辺に関しましては政府としてご配慮いただきたいというふうに思っているところでございます。以上でございます。ありがとうございます。終わります。